これでいいのか。マインクラッカプー。注意、読みたい人は自分で読んでね。まだ寝てるの？起きなさいよ。ロックぐらいしろよ。カルピスサワーロックで。ロックくらいしろよ、の間違いでしょ。ロックンロール。熱い、熱いし痛い。な、なに？ブレイズロッドで殴るなよ。こんな熱いもので。まさかニトリ、君は奴隷男子にろうそくを垂らして喜ぶようなド S 女王様騎士。いつまで寝ぼけてるの？起きなさい。疲れてるんだってば。どうせ可愛い子猫は寝かせたまま、僕みたいな汚れた獣は容赦なく起こす。イケメンには毛布をかけて、ブサイクには冷水をかけて。っていうか朝の男子に近づくもんじゃないよ。朝立ちっていう生理現象が。バカ、全くもう、最近寝てばっかりじゃない。ガーディアントラップで疲れたんだよ。次どんなネタをやればいいのやら。そんな重く考えることないでしょ。あんたの日常を適当に記録していけば、そのうちネタが集まるでしょ。日常、それいいかもな。そういえば日常生活ってあまり動画にしてこなかったような。よし、二度寝するから10時くらいに起こして。もう11時過ぎてるよ。どうせなら添い寝でもしてくれたらよかったのに。なんで不潔なベッドで寝なきゃならないのよ。っていうか、あんた起きた瞬間からバカなのね。どうせ子猫の寝顔見て可愛いって喜ぶ。ブサイクの寝顔見てね、耳にミミズ入れてくる。そんなことするわけないでしょ。じゃあ私はキュータの世話するから、あとはよろしく。ちょっと待て、まさかキュータを自分にだけ懐かせて、独り占めしようとしているのか。それ以上の私への風評被害は許さないよ。まったく、女心というのはよくわからんな。闇と光が渦巻くカオスワールドというか。まあ、逆に考えると、おっぱいおっぱいって騒ぐ男子の心は、女子から見て意味不明なものなんだろうな。まあ、お互い様ってことだな。幸運の吊り橋で人参を収穫するぞ。そういえば人参が嫌いな子供って多いみたいですよね。細かく刻んでチャーハンの具に混ぜたりして、なんとか食べさせるなんてことがよくあるそうです。僕はそんなことは一切なかったようです。記憶にないですが、幼稚園児の頃からピーマンを喜んで食べていたとか、子供の頃から変な子だったみたいです。大抵の人は大きくなったら慣れて食べられるようになりますが、大人になっても嫌いなままの人もいますね。そんな人の好き嫌いをどうやって直すか、実はちょっとしたアイデアを思いついたんですよ。まず細い人参スティックを作ります。次にバニーガールを用意します。なるべく露出度の高い SG ウサギちゃんがいいですね。で、人参スティックをバニーさんの胸の谷間に刺します。おっぱいで人参スティックを挟むわけですな。きっと人参嫌いな男子でもその人参スティックなら食べると思いますよ。食べ終わったらバニーさんからご褒美があると言えばなおさら。で、実は僕人参大嫌いなんですよね。もうね、まんじゅう怖い。じゃなくて人参怖い。で、困っているんですよね。なんとかして人参を食べれるようになりたい。そこでですね、僕に人参を食べさせてくれる、バニーさんを募集中なんですよ。誰か立候補してくれませんかね。え、普段人参食べているじゃないかって？ですね、昨日嫌いになりました。え、女の子はどうしたらいいかって？人参嫌い女子？今流行りの壁ドンでもやればいいんじゃないですかね。イケメンが壁ドンして口に強引に人参をねじ込めば、嫌でも食べるんじゃないですかね。いえ、バナナじゃなくて人参の話です。なんてくだらない妄想をしながら単純作業をするのは、結構楽しかったりします。これで一区画終了です。これだけですでに十分すぎるほどの人参ではないんですよね。クリトリさんは欲張りですから。一体クリトリさんは大量の野菜を何に使っているんだ。一応料理研究家で、かつ野菜フェチだから、野菜の消費が激しいのはわかるけど。それにしてもレッドストーン村の住人は、
謎だらけの人が多いですね。まあ、そのおかげで面白い村になっていますね。1回の収穫で、だいたいラージチェスト3分の2くらいの人参が収穫できます。キュータの餌には困りません。今日のジャガイモはすごくポテトって感じだな。ジャガジャガしてる。ふぅ？ジャガイモ終了。サトウキビと小麦は収穫する必要はないな。大量ケーキ作りの時にたくさん収穫したから。一回でだいたいラージチェスト半分のジャガイモが収穫できます。これもクリトリさんが欲しがるんですよね。カボチャを収穫しに行きましょう。カボチャ畑は最下層にあります。岩盤がある場所まで降りていきますよ。ちなみにこのはしごは、自宅、ネザーウォート畑、初代トラップタワー間を行き来するためのものです。そういえばここはあまり動画に映してないな。初代トラップタワー跡地です。レッドストーン回路を一切使わない、水流オンリーのトラップタワーです。昔は重要な役割を果たしていましたね。懐かしいなぁ。この下にあるのが、初代トラップタワー処理槽跡地。現在は2代目トラップタワーの運搬水流施設になっています。初代トラップタワーでは凄まじく広い処理槽を使っていましたね。そしてこの下にあるのが、2代目トラップタワー処理槽。ピストンによる自動圧殺装置が初めて使われました。その奥にあるのがカボチャ畑です。スイッチ一つで全てのカボチャがアイテム化します。まずトラップの敵を倒して経験値を稼ぐ。次にカボチャを収穫する。収穫作業の間にまた敵が集まる。収穫が終わったらまた敵を倒して経験値を稼ぐ。そんな感じの作業をやっていました。現在はトラップタワーは天空トラップタワーを使っているので、ここでの作業はカボチャの収穫だけをすることが多いです。1回で3スタック近く集まりますね。これもクリトリさんが欲しがるんだよな。海底神殿のすぐ近くに羊牧場があります。色付き羊毛をコツコツ集めていきましょう。今は青色羊専用になっています。ラピスラズリを使う量を減らすために、青色を集めまくっています。ちなみに以前は黒とピンクの羊でした。レッドストーン村の地面を作るときに、大量の黒い羊毛を使いました。その黒羊毛はここで集めたものです。闇の大地、漆黒のレッドストーン村は、ここから始まったんですな。多分、昔のことなので正確なことは覚えていません。そうそう、ここで集めた青羊毛は、人魚姫の壁を作るときに大活躍でした。さあ羊さんたち、もっと草食べて。夕日と壁が一緒になると美しいんですけどね。夜はよろしくないので寝ましょう。せっかくなので自宅ではない場所で寝てみましょう。お客さんを招いた時に使っていただくために、作っておいた寝室があります。おい、そこの君、脱走するんじゃないよ。さっさと柵の中に戻りなさい。で、寝室はこちらになります。ウィザースケルトン狩りをした時に集めた、たくさんの頭がお出迎えです。きっとお客さんをいい夢の世界へ連れて行ってくれますよ。ぜひ深い眠りと爽やかな目覚めをご体験ください。あ、卵が一気に10個も。君たちまだそこに集まっていたのか？なんでいつもそうやってくっついているんだ？もうね、複数の個体が集まって一つの生命体みたいになってるよ。恐るべきホラー鶏だよ。さてと、野菜を売りに行きますかね。僕は野菜フェチの味方だからね。こっち向けこの野郎。え、それ新しい挨拶っすか？超かっこいいっす。パクってもいいっすか？どうぞご自由に。僕はマリア様並みに心が広いので許しますよ。もう人参ダメなの？もちろん人参は大好きですがね。他の野菜も欲しいんすよ。浮気性な男だな。この偽チャラ男が。浮気じゃないっすよ。俺はただ全ての野菜を平等に愛しているだけっすよ。物は言いようだな。野菜に恨まれないように注意しろよ。料理ってのは愛部なんすよ。野菜に直に触れ、撫でたり皮むいちゃったり、そして煮る、焼く、蒸すなどの大プレイで消化するんすよ。最後は料理を食べ、野菜たちと一つになるんす。いや、料理について一言も質問してないからね。
突然妄想を話す人は白い目で見られるよ。それあなたのことじゃないっすか？そうだよ。実体験だ。説得力あるだろ。自発的なのはあなたには似合わないっすよ。もっとこう、攻めの姿勢じゃないと、フルーティーな姿勢じゃないと。フルーティーな姿勢か。そんな言葉初めて聞いたぞ。まあ、僕はフルーティーな姿勢しか知らんがな。フルーティーンっすか。股間にあるのは禁断の果実っすね。そういえばニトリさんいないんすね。いたらこんな会話できんな。どうせいてもするでしょ。もしニトリさんがこの会話こっそり聞いてたらどうします？そりゃあ街頭インタビューするっけないっしょ。すいません、ちょっとインタビューいいっすか？禁断の果実ってなんだと思いますか？ねえねえ、禁断の果実ってなんだと思いますか？ねえ、知ってるんでしょ？聞いてたんでしょ？ほら、声に出して言ってごらん。ってね。ぶん殴られますよ。おっぱいの話しただけで白い目で見られるんすから。あ、そうだ。おっぱいで思い出したんだけど、去年のことスイカップって言うじゃないっすか。それ最近もそういうのか？この頃あんまり聞かない気がするけど。でもまあ、そういう言葉はあるね。あれあんま好きじゃないんすよね。だってスイカって外側硬いじゃないっすか。柔らかいおっぱいを硬いスイカで例えるなんてねー。そいつの頭が狂ってるとしか思えないっすよ。じゃあ何で例えたらいいのかな。やっぱ桃でしょ。桃っていうかお尻のイメージがあるが。別にいいじゃないっすか。尻もおっぱいもどっちも桃で例えればいいんすよ。桃尻があるなら桃乳もあっていいじゃないっすか。あ、ちょっと失礼。なんだよ、今友達と話してんの。いや、だからさ、俺がカカオちゃんを見捨てるわけ。はぁ、あ、嫌だよ。友達の前で言うのは恥ずかしいって。わかった、わかったから、もう。好きだよ。カカオちゃん。人の目の前で聞こえちゃつくなよ。だってさ、カカオちゃんがさっきから。はいはい。とっとと攻撃済ませて帰りますから。僕がお邪魔虫なんだろ。愛の巣に踏み入ってごめんよ。ほんとそうリーすよ。あんた超空気読めるんすね。まあ、これでも僕は一応愛の妖精の類だからね。クリトリさんは幻聴を聞いているのだろうか。それとも本当にジャングルの木の声が聞こえるのだろうか。今の僕には判断できないが、幸せそうであることは確かである。あ、このエメラルドはほぼ全てクリトリさんとの交易で手に入れました。ついでにダイヤの数でも数えてみるか。ふむふむ。ダイヤ鉱石は幸運のツルハシで砕くと、平均して約2個のダイヤが手に入る。ということは11スタックと57個ほど、760個あるのか。まあ、最近あまりダイヤ使ってないから、溜まっていく一方だな。ダイヤツールは村で手に入るし、野菜を育てればダイヤを超節約できる。暇だからちょっと出かけてこよう。使ってなさそうな道具を借りていこう。いや、もらっちゃってもいいか。ついでに水中用ヘルメットとブーツも借りちゃった。私がいない間にこんなもの作るなんてねー。謎の行動力があるから怖いんだよ。目を離したら何をするかわかったもんじゃないね。ま、今さら心配してもどうしようもないけど。このトロッコをちょっと借りるよ。まあ、もらっちゃってもいいよね。トロッコなんて廃坑探索で余るほど手に入れたから。ちょっと海底神殿に行ってくるよ。もちろんバカな壁なんて映さないよ。でもやっぱりこの海中鉄道は楽しいなぁ。景色が楽しい鉄道はいいよね。美味しそうな魚いないかなぁ。今の時期なら脂の乗った魚が、プリズマリンの大量生産に成功したんだから、使わないともったいない。少しもらっていくよ。とりあえず全種類持って帰ろう。そういえばダークプリズマリンだけは、まだ大量生産はしてなかったよね。少し作って持って帰ろう。確かプリズマリンのかけらとイカスミが必要だったはず。おお、夜景がすごく綺麗。やっぱりこういうのは夜に見るのがいいな。ここなら村の近くじゃないから、村がゾンビに襲われる心配もない。イカスミとかけらを合わせれば、ダークプリズマリンの出来上がり。でもちょっと数が足りないかな。イカスミ余ってないかな。なんだ、
ここに在庫あるじゃない？これをもらっていくよ。こっちで作業をするのは久しぶりだな。ウサギの世話しかしてないもんな。店長、またサボってるんですか？最近店の外にいること多くないですかね？休憩中ですよ。休憩時間なんですよ。あ、どうも、バイトです。最近このバイトくんばっかり店にいる気がするんだが。いいじゃないっすか。ちゃんと給料払ってますから。そうだぞ。2進法で1たす1は10だぞ。この村はまだ労働基準法が制定されていなかったか。私だって裏では本の仕入れ作業とか、いろいろ雑用やっているんですからね。そうだぞ。A である、または A でない、は死んだぞ。そうだよな。左の人の言う通りだ。本の検査だって大変なんですよ。エロ本がちゃんとエロいのかとか、しっかり調べているんですからね。逆にエロくねえじゃんって文句言われたら大変なんですから。店長として本のクオリティに責任を持たねばならんのです。そうだぞ。微分方程式は科学と数学の接点だぞ。そうだよな。左の人の言うことは正しいよな。壁にくっつくとひんやりして気持ちいい。腕がひんやりして気持ちいい。この前カマキリを枝でくっついたら、うわぁ。手カマを振り上げてすごく怖かったです。お土産のスイカです。どうぞお食べください。うわぁ、甘くて美味しい。このスイカ、甘くて美味しい。この前消しゴムのカスが、ご飯に落っこちちゃったんです。見た目がひじきご飯になっちゃいましたよ。チッス、クリトリス、俺たちの活躍を見届けたいなら、チャンネル登録をおすすめするぜ。大丈夫。怖くないよ。こっちの世界へおいで。早すぎて何言ってるかわかりませんね。よかったら前の動画も見てくれよな。サムネに釣られた人、安心しなさい。釣られたのは君だけじゃない。